で奪ってからのカウンター決めてきましたね。奪ってからシュートゲット。あと1点のところまで詰めてきました。ルンメニエ、素晴らしいドリブルからのフィニッシュでした。いや、積極的に仕掛けましたよね。ドリブルの推進力もあって前に仕掛けるという気持ちがこのゴールを生んだ感じですよね。両チームともメンバー交代があるようです。緊張感のあるゲームですからね。選手交代をうまく使って先手を打っていきたいというプランですよね。さあマンチェスター B、 あと1点というところ。あと1点ですよ。マンチェスター B としては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。スペースに出す。おー、いい形じゃないですか。足元大事に行きます。残り時間少ないですからね。冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。エベルトンから武藤、抜けてくるシュート、ゲット、突き放します。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですよね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。さあ浦和、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。これで2点差ですからね、はい、もう時間もないですから、これが試合を決定づけるってなるかもしれませんよね。そうですね。抜けるか、カット、
撫でるようなボールタッチ。ここで笛です。4対2浦和、プレッシャーのかかるゲームを見事制して突破を決めました。さて北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。いや、やりましたね。なかなか難しい試合だったと思うんですけど、見事に結果を出しましたよね。これは嬉しい勝利になりましたね。はい、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。浦和が見事目標達成です。Just a quick announcement, and an exciting one too. We're about to announce today's lottery numbers. Please watch the screen if you have a ticket.